リーブズ・アイズは、ドイツ出身のゴシック、シンフォニックメタルバンド。高一点の女性ボーカリストを擁するグループで、北欧神話や中世バイキングの時代などをテーマとした、スタイルを展開している。リブ・クリスティン2005年ゴシックメタルバンド、シアター・オブ・トラジディを解雇されたリブ・クリスティンと、夫、アレクサンダー・クルルのバンドである、アトロシティのメンバーによって、2003年に結成。 バンドのサウンドはゴシックメタルやシンフォニックメタルが基本であるが、ボーカリストのクリスティンが描く祖国ノルウェーの歴史や風景が大きな要素となっており、これがフォークメタルたる理由になっている。セカンドアルバム、ビンランドサーガはバイキングであったレイフ・エリクソンのビンランド・とこを描いたコンセプトアルバムになっており、こちらも高い評価を得た。 2016年、オリジナルシンガーリブ・クリスティンが、アレクサンダーと、夫婦関係を解消し、ツアー途中に脱退。公認に、フィンランドのメロディックメタルバンド、エンキャラネーション、現、エンジェルネーションのボーカリストエリナ・シーララが加入した。2018年、エリナが参加してのセブンスアルバム、サイン・オブ・ザ・ドラゴン・ヘッドを発表。ピート・ストライト2018年、スタジオアルバムライブアルバム。 ありがとうございます。